高井田駅は大阪府柏原市大和高井田にある西日本旅客鉄道関西本線の駅である。駅番号は JR928。大和地線の愛称区間に含まれている。プラットホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で橋上駅舎を持つ。ホーム有校長は6両編成分。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。 八尾駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。緑の窓口は2014年2月20日をもって、営業を終了し、2月21日より、緑の券売機プラスが稼働した。IC カード乗車券、アイコカが利用することができる。大阪府東計年間によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。 北口南口駅前広場柏原市の無料循環バスが平日に運行されている。2006年7月からは近鉄バス県上線の運行を代替し、青谷や仮に大端集落へ乗り入れるようになった。ありがとうございます。